79.5 Radio Mayhem. Hello, hello, hello. Drive. Tuesday.皆さん、こんばんは。本日火曜日のハロードライブハロドラはピンククレス夏焼きみやびとピンククレスの小林ひかると椿ファクトリー尾形理沙の3人でお送りします。この番組では月曜日から金曜日まで夜11時からの1時間現役ハロープロジェクトと OG を中心とした日替わりメンバーが深夜のドライブタイムやお休み前の皆さんに夜な夜な今時の女子トークをお送りしていきます。はい、はい、さて本日2月27日は女性雑誌の日放送です、はい、うん、1693年のこの日ロンドンで世界初の女性向けの週刊誌、うん、ザ・レディース・マーキュリーが創刊されたということなんですが、お二人は何か雑誌読んでたりします？雑誌読みますよ。ミヤはですね、はい、ビビを読みます。そうですよね、一応あのビビガールというインフルエンサーやってるので、はい、ビビは毎月読むようにしていたりとか、はい、あとはまあ基本ファッション雑誌ですね全部、うん、あとなんかナイロンとかちょっと奇抜なファッションの雑誌とかを読みますね、うん、いいですよね、うん、2人は。私ヒカルはなんかいろんなの読むんですけど、もちろんビビも読ませていただいてますし、なんか美容室に行ってなんかめちゃくちゃたくさんあるんで、それをもう美容室の時間は雑誌を読む時間みたいな感じにして結構いろんなの読んでたりとか、あと大学生だった時とかは図書館、大学の図書館にすごいいろんな雑誌置いてあったんですよ。なんか旅行雑誌とかもあるし、なんか本当文学のなんか雑誌っていうのか、なんかそういうのもあったりとか、そういうの見るのすごい好きだったんで、暇さえあれば図書館行ってみたいな読んでました。図書館とか行きたい。まるちゃん読みます？私の方は、うん、なんかそんなに毎週毎月買ってるっていうのがあんまないんですけど、うん、でもたまにこう付録、うん、なんかめっちゃいいのある時あるじゃないですか、ね、うんうん、そういう時に買ったりとか、その付録が3ヶ月連続で、うん、あのシリーズで売りますよみたいな時とかは買ったりとかして雑誌読んだり。何が嬉しい付録？カバンとか、ですよね、ポーチとか、ポーチとか化粧品とか、まあいろんなのあるよね最近。なんか最近すごいですよね、うん、マニキュアとかなんか、ね、あるよね、4色とか何色も。あれすごいですよね、うん、すごいね今の雑誌は、うん、めっちゃ進化してないですよ ね、 ね、 ね、ちなみにさ、はい、さっきヒカルが言ってたあの美容師さんが持ってくるじゃん、あの、うん、自分やってもらってる時、 あれとかってさ、美容師さんがその人のことをこうなんか見て、うん、あ、この人はこんなのが好きなんだろうなって考えて持ってくるじゃん。はい、そうですよね。合ってる？いつもあれ。あー、トキタフェンいるなー。ね、あれさあれ結構さ、いや、ずれてんなーって時あるじゃん。ありますね。違うわみたいな、なんかこれじゃないみたいな、ジャンルちょっと違うなーって欲しいなーみたいな。あるよね、あるなんか、あ、ここまでセンス系、あ、読むけどなーみたいな、そう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 、あ、惜しいなーみたいな。ありますね、本当に。なんかちょっとすごいバッチリの時もあるし、もちろん、うんうん、でもなんかやたらすごいなんか可愛いとかめっちゃギャル雑誌とか、あ、私そんなギャル雑誌読まないなみたいな、見た目だけみたいなね。あるよ、面白い。そうそう、あれいつもなんかちょっとワクワクしちゃうんだよね。わかります、うん、あ、何持ってくんだろうみたいな、あれ気になるかもしれないですね、どうやって選んでんだろうっていつも思っちゃう。どう見られてるかってことですもんね、うん、そう。そのメイクとかで選んでるのか、うん、その人の服装なのか、喋、うん、り方なのか、うん、確かに、そう、気になる。でもさ、お店来てさ、すぐじゃん、割と持ってくる時間、うん、ね、うん、だからどういうとこで選んでんだろう。まず最初のコーナーはこちら、深夜のパジャマ女子トーン。このコーナーは全曜日共通のお題ボックスに入っているテーマをランダムに引き、それをもとに女子トークをしていきます。お題ボックスの中には各曜日のレギュラーメンバーが聞きたい話したいテーマを入れていくシステムです、はい、では早速引いていきましょう。まるちゃんどうぞ。はい、はい、はい、お、中島咲さんからです、うん、はい、今一番行きたい場所は？あ、行きたい場所、そうだな、今行きたい場所は、うん、あ、前も話したかもしれない、なんかスキーやりたいって言ってたの。あ、いいシーズンやりたい、やりたいよね。めっちゃやりたいです。めっちゃやりたいのに、それはやったことなくて、はい、なんか友達が行ってて、それをインスタとかにアップしてたの、うん、そうで見て、うわ楽しそうって思って、うん、
キラキラして見えますよね。なんか可愛く見えるよね。そう、なんか友達も言った、漏れてんね今日漏れてんね。ゲレンデマジック。ゲレンデマジック、そうそう、行きたい。今スキーいいですね。なんかオリンピックやってたじゃないですか、うんうんうん、だからなんかそれ見るとなんか雪いいなと思います。いいよね、スポーツしたくなりますよね。あ、でも、あ、でも競馬も行きたい。競馬、競馬、私全然あの知らなかったの、ちゃんとルールっていうか、うん、その、はい、掛け事的なやつとか知らなくって、うん、だけど それこそそのオリンピックとかいろんなやってて、テレビつけたらちょうど競馬やっててすごい夢中で見ちゃって、そう、これは多分行ったらハマるかもって思ったのね、うん、今流行ってますね、競馬女子。そう、なんか多いんだよね、今若い子すごい多いらしくて、でなんか結構若いカップルとかも、うん、もうなんかその行く場所が決まっちゃってるじゃん、渋谷とかそのデートスポットみたいな、なんかそれに飽きてるカップルが競馬に行くみたいなのとかもなんかあるらしくて、まあ、なんか若い子もいるならちょっと行きやすいのかなとかも思って、うんうん、あ、確かに、そう、ほんとつい最近思った。いいですね、今行きたいかも、一番行きたい競馬。うん、開花しちゃうかもしれない。そう、そうそう、楽しみある。なんか私ヒカルは神戸に行きたいですよ、うん、もうなんで、え、あのなんか、うん、ちっちゃい時に神戸行って旅行で、うん、家族旅行で行ったんですけど、うん、なんか異人館があると思うんですけど、多分、うん、私の記憶が正しければ、うん、そこでなんかしたの、その昔のその有名な方のなんか着てた衣装みたいなのを借りて写真を撮った記憶があるんですよ。面白い。なんかその偉人館が、そのお家って言うんですか、その偉人の方のお家がこうあって、そこに入る、そういうの好きで私。でも楽しそう、なんかそれ、なんか歴史感じれそう、うん、なんかすごい行きたいなと思って。しかも夜景綺麗じゃないですか、神戸って。え、そうなの。あれ、そうですよね。ちゃんと見たのか、聞いたことある。だから今一番行きたいです。いいね、いいな、旅行もいいね、楽しそう、うん、私よかったわ。スカイツリーの一番上のとこに行ってみたいです。うん、行ったことない、スカイツリー。行ったことなくて。そうなんだ。そうなんですよ。なんか建設中はすごい見てて、なんかどんどん出来上がっていくなっていうのを見れたんですけど、うん、完成してからあんまり行くことがなくなって、なくて、で、あの結構完成してすぐってすごい人気で、うん、なんか整理券とかも、そうね、めっちゃ混んでたもんね。すごい混んでたからなかなか行けないなと思ってたので、うん、ちょっと最近一番上行けるかなっていう。あ、いいですね。いいかも。いろんなのお店入ってるしね、うん、たくさん水族館とかもあるし。水族館大好き。いい、ね、似合いそう、水族館、うん、似合う水族館とか似合う。いいね、はい、行きたい場所あったね。ありましたさあ続いて、はい、私ヒカルが弾きたいと思います。野中さんからです。はい、今日の私服のポイントは。今日はな、るほど今日かオールブラックです。ミヤはもう全部黒、うん、アウターから何から全部黒、バッグもだけど素材は全部違うっていうところがポイントです。あ、さすが。でもオールブラックって一番難しくないですか。本当、え、なんかオールブラックってやっぱ結構上級者のイメージなんですけど、私の中で。そうなんだ。なんかこう、なんかなんて言うんだろう、黒、真っ黒って、そのなんか、え、なんか一つ素材変えるのがちょっと難しいイメージなんです、私の中で。そう、なんか全部違う。でもかっこいいですよね、黒、まあ、全部黒楽でもアクセサリーがちょうどあれですね、ワンポイントになってますね。そうなの、シルバーとゴールドどっちもつけてるの。私かっこいい。髪色に映えますもんね、みやちゃんは。金髪に、金髪に。ありがとうございます嬉しい。じゃあ、まるちゃん。私アディダスいや、思った。ドットそうなんですよ、アディダスのドットって。確かにかわいい。かわいいなと思って一目惚れして買ったやつです、うん、かわいい。でもめっちゃラフです。今日は下何入ってる。ジーンズ履いてます。え、かわいい。あ、まるちゃんジーンズ珍しいイメージ。本当ですか。あれ、なんかスカート履いてるイメージ。スカートのイメージだね。へえ、かわいい。ドット私も最近すごい好き。かわいいですよ ね、うん、ドットとかチェックとかどうしても柄ばっかり買っちゃうんですよね。へ、うん、でも似合うね。ありがとうございます春夏ドット多くない今年。あ、多い多いですね、うん、もう出てますね。もう出てる、かわいい。買わなきゃ。
いいねいいね、はい、彼は私はなんかフリンジのやつにタートルを合わせてみましたっていう感じです。ニットね。ニットですね。かわいい。それにいいあのダボダボのジーンズを履いて、うん、いつもスタイルです。確かにいつもの感じのファッション、楽な感じできました、うん、はい。でもでは彼はねあれだよね、ハイネックタートル好きだよね。あ、好きですね。なんか首が暖かいから。わかる。寒いからね、うん。ユニクロがいい。ユニクロ、うん、ユニクロとか安いのでいい。GU とか。はい。続いて、ピンククレス、ニヘちゃん。おお。他のグループの衣装で着てみたかった衣装ありますか？ある。なんかヒカルとかも全然ハローのとかでもいいし、なんか違うアーティストさんとかでもいいし。結構いろいろあるんですけど、うん、あのキュートさんの最後の、うん、あのライブ、うん、でなんかワンピースかな、キュート最後、ドレス、ドレス、なんかスーパーアリーナで着てたやつですか、です、なんかあれかな、ピンクみたいなやつですかね、ドレスかな、あ、そうですね、めっちゃ可愛いなと思って、可愛かったね、なんかそういうドレスみたいな可愛らしい、なんか女性って感じのやつ一回着てみたいなって思って、可愛い、なんかキラキラしてる女の子が可愛いなと思って、やっぱキラキラはね憧れるよね、確かに。まるちゃん、最近でもいいし昔でもいいし。最近だとあのハロコンやってる時に、うん、あのいろんなメンバーの衣装見るじゃないですか、うん、カントリーガールズが今着てる書いては消してのILOVEYOUっていう楽曲で着てる、うん、なんか白と、あの白が貴重になってる、うん、なんて言うんだろう、こうふわっとしたスカート、あーハートのやつだ、そうです、なんか手紙の可愛い、可愛い、可愛いついてるやつで、なんかバレンタインデーっぽいと思っちゃった、あれ確かにすごい可愛かった、すごい、カントリーいつも可愛いんですよね、衣装がふわっていうイメージは確かにある、そうなんです、そういう衣装着てみたいなって思います。え、ないんだ、あんまりないです、あそこまで可愛いのはカントリーぐらいしかもう着れないじゃないかなと思います。へ、私はミアはね、あのアンジュルムの衣装がすごい好きで、最近のとか特に好き、なんだろうな、一番最近はなんかこの前チラッと見たのが、ちょっと着物、うん、袖の部分が着物みたいな素材、なんか白に赤っぽい、あすごいみんな可愛くて、うん、そう、多分似合わないんだろうけど、ミアは。いや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 、可愛かった。なんかそのすごい大人数じゃん、うんうん、今アンジュルム何人いるんだろう、すごい多くなったじゃん、うんうん、なんかその大人数であの衣装着てるのがめちゃくちゃ可愛くって、うん、いいなと思ったのと、あとちょっと前の衣装だと思うんだけど、紫とか黄色とかを使ってる、なんか結構パキッとした色合いの衣装があって、それがみんなそれぞれ多分その子に似合う形なんだけど、うん、スカートだったりパンツだったりとか、それがすごい可愛くて着たいなと思った。あー、なるほど。アンジュルムさんってちょっと個性的で、うん、そうそう、確かにそういうのが好きなの、確かに個性的なのが好き。あとなんかみんなが全く一緒じゃないところがいい、あー、いいですね、確かに。そうちょっとずつ違う、みんな違うの、少しずついいかも、それが可愛いって思った。確かに、うん、ハロードライブハロドラ、今週の火曜日はピンククレス夏焼きみやびと、ピンククレス小林ひかると、椿ファクトリーの尾形梨沙がお送りしています。ここからは火曜日限定コーナー、本日は復活、天使のピンクボイス、それ言ってあげるセカンド、セカンドやっちゃうよ。前回リスナーさんのリクエストから復活が決まったこの天使のピンクボイスコーナー、リスナーさんから言ってほしいセリフを募集して、うん、私たちがリクエストにお答えしていきます、はいはい、セリフは応援慰め愛のささやきおまじない何でも OK です。ということで復活するやいなさやいな早速復活するやいなやいなやわかんない、使わない言葉だったかちょっとわからないですけども、まあ、復活したからね、たくさんリクエストが届いているみたいなので、はい、じゃんじゃん紹介していきましょう。はい、はいはい、まずはこちらです、ラジオネームガシンさんからです、はい、ハロドラ火曜の皆さんこんばんは。こんばんは。待ってました、天使のピンクボイス。それでは早速、巷ではツンデレと言われているまるちゃんに言ってもらいたいセリフです。いいね、はい、私好きな人がいるんだけど、うん、あのなんていうか目の前にいるっていうかです。なるほど。恥ずかしかったら合間にグーフィーのモノマネ入れちゃダメですよという前振りですね。入れます
ませんよ。いいか。どっちなんだ。いや、グーフィーはもうね、封印したんです。あ、大丈夫です。大丈夫です。なるほどね。さあ、まるちゃん、準備いいですか。はい、いいですけど、お二人にもやってもらいたいんですけど、それはどうですか。これをですか。はい、これはね、やんなくていいと思います。いいと思います。いやいやさらっとさらっとお手本を見せてください。じゃあやりますね。はい、お願いします。私、好きな人がいるんだけど、あの、なんていうか、目の前にいるっていうか、です。ありがとうございます。はい、上手な感じで、ニュニュッシュ。はい、じゃあ、まるちゃんお願いします。え、ごまちゃんやんないんですか。あ、聞きたい。聞きたいですよ。聞きたいって。じゃあ、これもやっとこう。じゃあ、さらっとやってきましょう。はい、はいはい、では、どうぞ。私、好きな人がいるんだけどね、あの、そのなんていうか、目の前にいます。目の前にいます。ちょっとアレンジが入る、うん、アレンジ OK、 アレンジ OK、 アレンジ OK、 こんな感じで光みたいに少しずつ変えても全然いいです。まるちゃんのね、感情を出してもらって。そうですね、はい、じゃあ本命のまるちゃん、はい、お願いします。私、好きな人がいるんだけど、あの、なんていうか、目の前にいるっていうか。おー、いいですね。やだ、学生な感じ。いいですね。あの、渡り廊下とかで告白されたい。いいね。キュンとしちゃうね。いい、難しいですね。じゃあ、じゃないか、しんさん、どうでしたか。さあ、次行きましょうか。はい、はいはい、さあ、続いてはこちらです。ラジオネーム、めるるさんからです。うん、みやちゃん、ひかるちゃん、まるちゃん、こんばんは。こんばんは。私が皆さんから聞きたい天使のピンクボイスは、うん、好きな人に手をつないでもらいたい時にドキッとさせられるセリフです。先日、好きな人とデートをしたのですが、どうやって言えばつなげるかわからず、結局何もないまま帰宅。皆さんから参考になるような胸キュンワードを教えてもらいたいです。なるほど、難しい。これキュンとした。まるちゃんのセリフで、ね、楽しみ、うん、どうやったら手つないでもらえるんですかね。なんか、なんだろう、難しいですね。でも、この、素直に言ってもいいし、なんかちょっとツンデレな感じもでも可愛い、ね、なんかさ、例えばじゃあ、はい、やるとやるとこんな感じ、はい、例えば、なんか、あー寒いな、なんか、あー寒い寒いとか言って、みんなちょっとポケ貸してとか。あー、ポッケ、あ、いい、あ、いい。だったら、なんか、あ、ポッケイコールなんかポッケの中で手つなげるみたいな、とか。あ、いいですね。あ、なんか近づけるみたいな。あ、それか、もうポッケの中、お邪魔しますって言って自分が入っちゃう。お邪魔しますよ。でも無言で入れたりするのも可愛いかもね。可愛いかもしれないですね。あ、寒いとか言って、さっと入れて。あ、やばい。あ、いいかも、いいかも。腕組んで入れる。腕組んで入れる。あ、いい。積極的。積極的に行こうよ。いいかも。じゃあ、まるちゃん、はい。いい、なんかイメージできた。私なりのでいいですよね。全然いい。はい、私はそれが聞きたいの。みんな。もう普通に直球で行きますね。お、いいよ。じゃあ、まるちゃん、どうぞ。あの、手つなご。あー、かわいい。あー、なんか難しい。普通に言うのが一番いいかなって思いました。いい、それ好きだと思うよ、うん、男の子。絶対キュンとしますもん、手出しながら、うん、おー、逆にいいのってなるよね、多分。やばい。いいと思う。男の子だったらそう言われたいだろうな。うん、超嬉しいと思いますね。いいよね、うん、言われてーって感じよね。言われてーかわいい。さあ、リスナーの皆さん、キュンキュンしたんじゃないですか。うん、うん、ちょっとまだまだ聞きたいっていう方たくさんいると思いますけども、はい、それはね、またどしどし送ってもらって、はい、まるちゃんにこれを言ってほしいって書いて、私、ね、どしどし送ってください、はい、お待ちしています。はい、リサッコの皆さん、まるちゃんが何でもリクエストに答えてくれるということなので、ガンガン妄想をぶつけてみてください。このコーナーでは毎回東海地区をはじめ全国全世界のドラ A 場所やドラ名簿の情報を大募集。採用された方には社員ポイントを授与。ポイントが貯まれば平社員から5ポイント刻みで係長課長へと昇格していきます。はい、では早速紹介お願いします。はい、ラジオ
オネームフォーマットさんからです、はい、ハロドラ探偵社の皆さんヤッホー、 ヤッホー。私が学生時代に住んでいた高橋愛ちゃんの地元である福井県ではカツ丼を頼むと卵とじではなくソースカツ丼が出てくることをご存知ですか？今回ご紹介したいのは福井県でも圧倒的に有名なヨーロッパ県のソースカツ丼です、はい、カツは当店オリジナルのウスターソースにたっぷり浸されており、うんね、他の店では絶対に味わえないものとなっています、うん、ソースカツ丼を食べるときには丼の蓋にカツを避けて1枚ずつ味わうというマナーがあって、うん、そのマナーを知らないと、福井県民じゃないとすぐにバレてしまいますよ笑い、皆さんも一度はご賞味あれ、うん、ということですね。なるほどね、美味しそう。カツ丼、カツ丼好き？カツ丼大好きです。カツ丼美味しい、ね、たまに食べたくなるやつ。なんか担ぎに食べる人いますよね、カツ丼。いるね確かに。で結構ボリューミーだね、うんうん、しかもですよね、カツ本当に、うん、卵が全然かかってないだけで、うん、全然なんか違うものっていう感じする。本当大きな唐揚げみたいだもんね。変な感じですよね。キャベツとかも乗ってないのかな、これは、うん、隠れてんのかな。いや隠れてないな、乗ってなさそうな感じですね。もうとんかつの代わりにメンチカツを乗せたメニュー。まんまだ、でかいんだ、うん、へえ、すごい。一個一個でも美味しいだろうな、ボリューミー。サクッてすんだよねきっと。美味しそう、美味しそう、うん、食べたい。一回蓋にカツ避けなきゃいけないんですね。ね、それ知らなかった。まあ、福井県民の方はみんなするってことでしょ。うん、確かに。へえ、面白い。そんなマナーみたいなルールみたいなのがあるんだね。うん、なんかでも地区ごとになんかそういうの調べたらすごい面白そうですね。いろんなの。あれ？なんかさ、名古屋ってさ、味噌煮込みうどんの蓋をお皿にするんですっけ？あ、蓋？蓋をお皿にする人多くない？暑いからなんかわざわざお皿もらおうとしたらなんか前これ使ってくださいみたいな言われた気がする。確かに、2つ使ってくださいみたいな、そうお店の人に。へだから、あ、そうなんだと思って、ああなるほどみたいな、わかりましたって使った気がする。確かになんかそういうのあったかもしれない、ね、でなんかピンクの3人でも名古屋行ったんだけど、はい、なんかその時もその味噌煮込み食べてうどんを食べて、はい、なんかチラッて横向いたらみんなそうやってやってて、うん、そうやっぱみんなそうするんだって思ったんだよね。確かに。へえ、そうだ、そうでしたね。そうだよね。確かにそうでした。あ、なんか面白いそういうの、うん、へそういうのあるのかもね、スパイ、ね、うん、さあということでポイント、ポイント5ポイント刻みですよ。どうしますか？どうしましょう。3ポイントぐらいどうですか？うん、いいですね、はい、食べたくなりました、はい、ありがとうございます。フォーマットさん、3ポイントです。おめでとうございます。ありがとうございました。こんな感じで皆さんからの全国世界のドライネタをお待ちしてます。じゃんじゃん送ってね。情報の宛先は hello@radio-neo.jp hello@radio-neo.jp までお願いします。以上、こちらハロドラ探偵社ザ・ワールドでした。ハロードライブハロドラ、今週の火曜日はピンククレスの夏焼みやびとピンククレスの小林ひかると、椿ファクトリーの尾形理沙の3人でお送りしています。続いてはふつおたのコーナー。ここでは皆さんからの普通のお便りを紹介していきます。はい、まずはこちらです。ラジオネームもきんちゃんさんからです。もきんちゃん、ピンククレスのお二人、りさまるちゃん、こんばんは。こんばんは。皆さんに相談したいことがありメールをしました、はい。私は毎日メイクをしているとこのメイク飽きたなと感じることが多々あります、うんうんうん、ですがいまいち何を変えると雰囲気の違うメイクになるのか分かりません、うん、メイクスランプの時皆さんはどうしていますか？なるほどね、確かに毎日同じメイクはね飽きるね。飽きそうですね。確かにミアは、うん、まあ、目も悪いのもあるんですけど、うん、ドイリーのコンタクトしてるんだけどね、はい、でカラコンなの私普段、はい、だからカラコンを結構ちょこちょこ変えます、メイク飽きた時は。へ、なるほど。カラコンで結構顔変わるんだよね、色と か、 だから今日も、今日つけてるやつもいつもと違うやつつけてるんだけど、なんかいつもよりはちっちゃくって、サイズとかもいっぱいあるからさ小さくして、なんかこうカラコンってさすごい線がバーってあるイメージだと思うんだけど、はい、今つけてるのはあんまなくて。へえ、なくない線が。あ、でも本当だ、なんか黒目の部分と縁のイメージってか、なんか線がな、そうなんかふわってしてるじゃん、うん、なんかだからそういうのを変えたりとか、あとチークの位置を変えたりとか、そうなんか細めに入れたり、上の方に細めに入れたりとか、広くこう下の方までこうふわって入れたりとかすると雰囲気結構変わったりするかな。シャドウとか濃く入れたり薄く入れたりとか、
でも結構変わると思う。ラインとかも変わるじゃん。そうですね、うん、ブラックかブラウンだけでも結構違うし、ね、リップの色とかだけでもめっちゃ変わりますね、うん、変わると思う。変わりますね、赤とピンクと全然違うと思う、うん、確かに違うと思う、まあ、あと眉毛がすごい変わるって言いますね。眉毛も変わる、眉毛も変わるわ確かに、うん、なんか私この間なんか眉毛のキットみたいなの買ったんですよ、うん、プレートみたいなやつ、プレートみたいなやつ、あ、形揃えるやつ、あ、そうそうそう、それでなんかやったら自分的にはちょっと変わった気がするんですけど、うん、どうですか。あ、今それ使ってんだ、はい、書いてんだちゃんと。書いてないです、これそれに沿って沿っただけです。あ、でも確かに沿ってるわ、上がちょっと減ったよね。そうなんです、本当だ言われてみたらでもすごいなんか簡単じゃないですか、当てて、うん、なんか形取ってやるだけなんですごい簡単で、うん、なんかやった、眉毛がちゃんとなったと思って。確かにちゃんとなってる上の方が綺麗になった。そうなんです、でしかもなんか太眉用と か、うん、なんか細眉用、いろんな種類あって、なんかすごい本当だ違うやっぱ太眉がいいんですか。あ、なんか私は太眉チャームポイントだからね。そうなんです。でも、なんかこうボサッとしたボサすぎる太眉と、うん、なんかちゃんと整えた太眉とやっぱ印象変わるじゃないですか、うんうん、だからすごいなと思って、うん、進歩してるな今と思ってでも確かにめっちゃ変わった、言われてみたらめっちゃ変わった、整ってますねめっちゃ整ってるマジでびっくりした今やった本当だ結構光上から入ってたもんね、うん、こうそうなんですよ、振りかかるようにこう無造作みたいな振りかかる本当だ全然違う言われたら皆さんおすすめですよ。本当だめっちゃ綺麗面白いんだけど眉毛か、眉毛でもめっちゃ大事かも、大事ですね、この前、うん、これもいいのかねってなんか撮影したんだけど、うん、その眉毛の撮影をしてて、でなんか、まあ、その綺麗な眉毛にしてもらうっていう企画だったんだけど、うん、まだ出てないと思うんだけどやるんだけど、なんかそれがそのミアの眉毛のスタートが目頭の方か、うん、がめっちゃ細くて、うん、でそれがあんまり良くないって言われたの。へー。で普段は描いてるの。あー、なるほど。そうだけど、そのメイク落とした時とかにもうめっちゃ細くて、うん、でこのそこのバランスが悪いから、うん、それ眉毛をこう縦に描く感じ、横じゃなくて眉毛縦に描くんだよっていうのを教えてもらって、あ、なるほどなみたいな、眉毛縦に描くんだ今まで横に描いてたわみたいな、うん、こう、なんていうの、あの今ジェスチャーしてもリスナーさん伝わんないけど横に描くじゃん、さっさっさって描くんだけど、うん、それをこう縦に描くんだって。へー。その方がリアルな眉毛に近づくらしくて、うん、へー。そうで、あのリキッドがおすすめみたいな。あ、リキッド、リキッドの方がこう綺麗にこうスタートがちょっと太くてシュッてこう上に細くなっていく感じに描けるから、リアルな眉毛みたいになっていくらしい。へえ、面白い、うん、出たーみたいなって描いてもらったら、あ、本当だみたいな、全然違う。でも確かに上に描いた方がなんかナチュラルになるんですかね。そう、毛のナチュラルにもなるし、こう綺麗系の眉毛、大人っぽい眉毛になる。へえ、面白い。だからすごいと思って、え、眉毛ってこんな変わるのみたいなっていう、さっきびっくりした。なんか細眉にして、私とか太眉じゃないですか、うん、そういう人が細眉にしたら超変わりますよね絶対超変わると思う。え、光の細眉とか全然想像できない想像できない。顔変わっちゃう、うん、変わっちゃいそう。なんかその今の光のふんわり感は、マジでゼロになると思う。あ、きつくなりますね多分、うん。まるちゃん眉毛なんかこだわってるとかあります？え、ちょっと一瞬見して。あ、短い。あ、ほんとだ、ね、待って、めっちゃ恥ずかしい。なんかこう眉毛の話してたら眉毛おかしくなりません？なんでここに眉毛あるんだろうと思ってきちゃう。やめて、ね、ずっとその話、一個の話してると、うん、なんでだろうって。ほら、漢字とかもそうじゃないですか。漢字同じのずっと見てるとおかしいと思い始める。今その状態です。おかしくなってる。今みんなの眉毛しか見れない。わかる？みんなの眉毛しか見れない。今なんでここだけ濃いの、なんかめっちゃ生えてるんだろうって。なんで目の上なんだろうって。はい、もう全然話逸れちゃいましたけど、やめましょう。はい、はい、もうメイク飽きたなって
感じたらちょっと今の話出てきたね、ちょっとチークとかリップとか、まあ、眉毛とか少しずつね変えてみてください、はい、そしたらなんかちょっとイメチェンできるかもしれないからはいはい、もきんちゃん、うん、やってみてください。はい、はい、で次いきましょう、ミッチーさんからです。はい、火曜メンバーの皆さんこんばんは。はい、こんばんは。7日に渋谷オーイーストで行われたピンクレスのコンサートに行ってきました。ありがとうございます。ピンクの単独イベントに参加するのが初めてだったのですが本当に最高のライブでした。嬉しい。新曲もたくさん披露してくれたのがテンション上がりましたし、うん、3人のソロコーナーもあったので見どころ満載でしたね、うん、個人的にはみやびちゃんのファーストキスが最高でした。ありがとうございます。また機会があればピンクのイベントに参加したいと思います、うん、ありがとうございます。ぜひぜひ。ありがとうございます。ね、本当まず皆さん来てくれて本当ありがとうございました、うん、ありがとうございました。本当に楽しかったよね。楽しかったですね、うん、単独なんか本当に今回新曲盛りだくさんでやらせてもらって、本当に多かった、うんうん、なんか多分皆さんも最初はあ何新曲やるってことは事前にお伝えはしていたんですけど、うんうんうん、でもこんなにやるかってぐらいやったのでなんか本当皆さんでもそれでも温かく皆さん乗ってくれたりとか、うん、一緒に P-I-N-K クレーンって言ってくれたりとかしたので、うんうん、なんかすごい盛り上がりましたね。そうそうそう。私あのみやちゃんのインスタ見てて、うん、あのライブの写真見ました。本当なんかあの男性の方となんかみんなでやってるやつ乗っけてたわ。あのすごい今回さメンズがいたからさ。あ、はいはいはい、そうなのよ。そうそう、何のっけたっけな写真メンズダンサーさんと。そうそう、結構大人っぽくね絡んでるなっていう。そう、なんか良かったよね、うん、かっこよかった。男の人がいることによって迫力も出るし、うん、なんかこれね。あー、それでそれで、これなんだっけ、ラブキャン、ラブキャンですね、うん、ラブキャンディー、ラブキャンディーとか。ちょっとなんかこう男の人がいることによって、うんうん、こう曲のストーリー性を表現しやすくなるから、うんうん、なんかミヤはそれがすごいやりたかったのね。でなんかこう演技というか表情とかそのダンサーさんとの絡みとかで、うん、あ今男の人が女の子に今振られちゃったんだとか、うんうん、なんか今喧嘩してるんだとか、こう女の子で男の子取り合いしてるとか、うん、なんかそういうのがさ、こううまく伝えられなかったりするじゃん歌だけだと、うん、なんかみんなライブだと楽しんじゃってるから、うん、こうさーって流れちゃう。確かに。ことが多分多いと思うんだけど、うん、でもなんか今回そのダンサーさんがいたことによって結構その曲のストーリー性が伝わったんじゃないかなと思って、うん、なんかそれはすごくなんか嬉しかったんだよね、うん、個人的に。なんか良かったと思って。確かに。そうそう、なんかより一層その男性ダンサーさんがいることでリアリティがあるっていうか、うん、そうなのだったりとか、なんかほんとメンバーそれぞれみんななんか同じようになんかストーリーは話は一緒なんだけど、うん、一人一人この性格が違うから、うん、なんか表情がまた違ったりとか、なんかそういうのでもすごい難しかったです私最初。そう、ヒカル結構ね、うん、リハーサルの時とか大変そうだったよね。苦戦してて、なんかどういう感情になるんだろうとか、うん、なんかその自分の中でのストーリーを考えたりとか、うんうんうん、なんかその表情、あこういう時って女の人どういう表情するのかなとかいろいろ考えたりすると、なんかあどうしようどうしようと思ったんですけど、なんか本当皆さんに支えてもらって楽しかったよね。楽しかったですね。勉強にもなるしね、うん、そうそうそう、なんか一歩一個なんか学べたなっていうのがすごい大きかったです、うんうん、そう。なんかでもミアもうすごい長い長い期間じゃないけどさ、長くこういう芸能界にいて、はい、ずっとハロプロでいろいろやらせてもらってきたけど、なんかそういうのやったことがなくて、うん、そうダンサーさんとかもこうずっとついてなかったし、うん、だからなんかこう一つ一つやりたいことがこうできてて、うん、あなんか自分がやりたかったことがちゃんと見えてきて、うん、それもちゃんと現実になってきてるなっていうのがすごい嬉しくて、うん、今回のその PINK っていうさライブがすごい結構満足してて、うん、そうなんかやっぱ緊張もしちゃったけど、うん、なんかすごい一つピンククレスとしてはなんか成長したんじゃないかなって思ったの。だからそれがファンの人に伝わってればいいなってすごい思う。そうですね、うん、なんか私はなんかこれでまたさらにこう3人それぞれのこう個性っていうかがなんかちょっとずつこう出てきたのかなって私はちょっと思うので、なんかこれをもっとねどん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 なんかこう成長して、なんかまだまだ課題はたくさんあるので、それをですねどんどん皆さんに成長した姿を見ていただきたいなと思っております。今回このソロコーナー良かったと思う。だから余計にそうですね、すっごい悩んだよね、悩みました。めっちゃ悩んだのこのソロコーナーが。
だからミヤもファーストキスをやるかも悩んだし、やっぱりなんかミヤ的に悩んだのが、あのもうハローも卒業してるし、そのハロプロの曲に頼っちゃう、その過去の自分に頼っちゃうみたいなところが結構なんかどうしようかなってなってたの自分の中では。できれば新しい自分を見てほしかったから、なんか違う曲も考えたし、ちょっとテイストの違う曲も楽曲も考えたんだけど、でもまあその過去 の自分がやった曲もすごいなんか素敵な曲多いし勉強させてもらったから、まあその久々に何年越しとかにやる曲だったから、まあそれもそれで成長できてたらいいなっていうのがあってファーストキスにしたし、もうヒカルもすごい悩んだじゃんね。見ましたね。ヒカルはピンクレスでラップ担当だから、おこうギャップあるじゃん、見た目とのギャップ、まあ、それを出した方がこうインパクトあるし、こう来てくれた人たちにこう印象が残りやすいかなと思って、そういう話もしたしね。そうですね、いろいろ考えてやったんですけど、だけどやっぱバラードもヒカルっぽいねっていう話もたくさんしたし、結構悩みます ね、 でもなんかまたねこういろんな形でやっていきたいですね、そうなので、にへちゃんも歌にするかダンスにするか迷ったけど、やっぱ1回目のクレッシェンドっていうライブの時にダンスコーナーがあって、その時に自分的ににへちゃん的にこうやりきれなかった部分があったから、そうこの2回目の PNK では出し切ってやるぞみたいなね、見せつけてみたいな気持ちだったからすごい熱かったよね、あのコーナー。すっごい輝いてました。めっちゃかっこよかった。かっこよかった。そうそうそう。3人のソロコーナーね、よかったと思います。皆さん楽しんでいただけましたかね。はい、はい、ということで皆さん、このコーナーでは私たちの応援や、励まし、褒め言葉、大好きアピールなど何でもいいので、ぜひぜひお送りください。はい、お待ちしています。送れない人は送れない理由も必ず送っていただけるんです。お願いします。お願いします。はい、夜11時からお送りしてきましたハロードライブハロドラ、そろそろお別れの時間です。今回の放送はどうでしたか？はい、今回ね、あの眉毛で謎に盛り上がるっていう大会がマジで、まるちゃん近々さイベントとかある？あります、あります、いっぱいあります。多分すっごい見られる毎日変えてみます今日は新しい下げて上げて下げて色変えて、マジで色変えて紫とかにしよう、紫と今日赤とメンバーカラーの色とかにしようとか、いや面白いかも。さてこの番組ではツイッターで番組に関するツイートもお待ちしています。ハッシュタグハロドラをつけてツイートもらえれば私たちが漏れなくチェックします。よろしくお願いします。そしてハロードライブの番組ホームページもチェックしてください。レディオネアのトップページのバナーからアクセスができます。それではここでお知らせです。椿ホヒトリーのサードシングルが現在発売中です。皆さんぜひたくさん聴いてください、そして3月18日 ZEP 名古屋にてハロプロ研修生のライブハロープロジェクト研修生発表会2018 3月桜に出演いたします。こちらもぜひ遊びに来てください。そして3月31日と4月1日にはパシフィック横浜にてハロープロジェクトメンバー全員が出演するコンサートひなフェス2018も行われますのでお待ちしています。そして5月にはこぶしファクトリーとのゴーダーコンサートも決定しています。たくさんライブイベントなど決定していますので皆さんぜひ来てくださると嬉しいです。詳しくはハロープロジェクトのホームページをチェックしてください。はい、そして私たちピンククレスの出演イベントのお知らせです、3月の20日火曜日に、ガールズロックスというイベントに出演させていただきます。場所は渋谷デュオミュージックエクスチェンジという場所です。18時40分開演です。そして次の日の3月の21日水曜日には、ミックスチャンネルフェスガールズスーパーライブに出させていただきます。場所は渋谷の WWW です。18時からの開演となっております。詳しくはですね公式ホームページの方にチケットの情報とかも載せておりますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。明日水曜日は中島さきちゃん、尾形春菜ちゃん、野中美久ちゃんの3人でお送りしていきます。明日も夜11時からチェックしてください。それではハロードライブハロドラ火曜日はここまでです。ピンククレス夏焼きみやびとピンククレスの小林ひかると椿ファクトリーの尾形梨沙の3人でお送りしました。それでは最後まるちゃんの一言、眉毛あんまり見ないでください。せーの、また来